西川進は日本のミュージシャン、ギタリスト、音楽プロデューサー。滋賀県帯八幡市出身。音楽事務所スマッシュルーム代表。感情を前面に押し出したプレイスタイルから感情直結型ギタリストと称され、独創的かつ存在感のあるギタープレイで独自の演奏スタイルを築き上げている。思い切りネックを立てたギターの構えが独特で、一曲で ピックをダメにする強烈なピッキングはライブで、ピックの削りカスが待っているのを確認できるほどである。ブリティッシュなサウンドを軸とし、エフェクターなどを多用したギタープレイを持ち味にしている。トレードマークは、モッツマナーのファッションや、赤く染めた、マッシュルームカット、そしてギブソン SG のギター。ソロやバンドでのアーティスト活動を精力的に続ける。一方、レコーディングやライブにおける、 サポートギタリストとして様々なアーティストを支えている。また作曲、編曲、サウンドプロデュースにおいても各方面から高い評価を受けている。若手ミュージシャンやプレイヤーの才能育成にも力を入れており、自身の会社、スマッシュルームによる様々なサポートミュージシャンのアッセンやスカイプを使った一般向けのギタースクールも行っている。最初にサポートワークとして名を馳せたのは シーナリンゴの作品で、アルバム、ムザイモラトリアム、小ソストリップ収録の多くの楽曲でギターを弾いており、シングル、ギブスのような豪快なファーズギターは、彼女の初期のサウンドイメージを作り上げた大きな要因であった。次に、片岡博史を中心に結成された、八いだひとみの専属プロデュースチーム、ダイヤモンドヘッドのメンバーとして、楽曲制作。 レコーディングやライブのサポートを務めたことで、以降、アベマオ、小南安波、大森安子など、オルタナティブロックの女性シンガーソングライターの、ギタリストといえば、西川進むというほどの格好たる地位を築いた。そのような強烈で個性の強いギターが、印象的だが、生き物がかりや、アンジェラアキ、井上陽水から堂本強のサポートまで、そのプレースタイルは幅広い。 またテレビアニメ、鈴宮春日の憂鬱の劇中歌、ゴッドノーズにおけるギター演奏、桃色クローバー Z や、ニコニコ動画出身のスーパーセルのサポート、セガ、ソニックカラーズ、ニンテンドウィーユーソフト、スプラトゥーンのゲーム音楽など、アイドルやアニメ、ゲームや動画共有サイト方面でも人気の現在の日本の音楽シーンを映し出すギタリストである。 ギタリストとしてのみならず、プロデュースワークのジャンルも某の、シロップ1 6ム、LM、C など、アイドルから、J、ロック、ビジュアル系まで多岐にわたる。1986年、バンド、スクープでメジャーデビュー。1990年代以降は、スタジオミュージシャンとして様々なアーティストのサポートや、レコーディングに参加するようになる。1998年5月、 チャゲ初となるソロライブ大いに歌う中国、上海体育館と日本武道館の2公演に参加。以降も2008年の愛してるから2021年現在のブートアップに至るまでツアーに参加しており、バンドマスターも兼任している。1998年から1999年、シーナリンゴのレコーディングに参加。また彼女のバックバンド、 虐待グリコゲンの初代ギタリストとしてライブイベントや全国ツアーにも参加する。1999年5月から2001年1月、谷口総一率いるバンドザ・トリップ・ホワイト・ホーネッツのギタリストとして活動する。2000年から2005年まで、八いだひとみの専属プロデュースチームダイヤモンド・ヘッドのメンバーとして楽曲制作に参加。そのメンバーを中心に ツアーのバックバンドも務める。2001年7月、バンドスマッシュピンクノイズを結成。2002年11月まで活動する。2003年11月、バンドゴートスターを結成。2005年、バンド5日ノートを結成。2007年11月から活動休止に入るが、2017年に再始動する。同年、バンドジャンクファンクパンクを結成。 2006年、どうもとつよしソロプロジェクトエンドリチェリーエンドリチェリーに参加、年間100本のライブを行う。2007年、ソロ活動開始。ソロとしては、初のライブを皮切りに、全国ツアーを開催する。10月、アンジェラ・アキの全国ツアーに参加。2008年7月、ファーストソロアルバム、病院の薬をリリース。12月、セカンドソロアルバム、心に、 マスよリリース。2009年5月から2010年4月にかけて、オリジナル楽曲の1年間毎月配信を達成、ワンマンライブやコラボ等のイベントも数多く行う。2010年、制作に参加した、生き物係のアルバム、始まりの歌が、第52回日本レコード大賞、最優秀アルバム賞受賞。2011年より、デフテックと、アベマオのツアーやレコーディングに参加。 2012年、サードソロアルバム、半部室をリリース。2013年、ライブツアー、進む晴れ男ツアー2013開催。3月から6月、d ライトの初のソロツアーに参加。4月13日から14日、桃色クローバー Z の西ブドーム公演に出演。5月18日から19日、音楽プロデューサー亀田政治主催のイベント、亀の恩返し2013に出演。 7月から9月、ミワのライブツアーに参加。10月、安倍マオの全国ツアーに参加。2014年、ホースソロアルバム、奇跡の欠片をリリース。5月、国立競技場最後の音楽イベント、さよなら国立競技場、ファイナルウィークジャパンナイトにスペシャルバンドのメンバーとして参加。8月、大塚への5年半ぶりの全国ツアーに参加。2015年3月、 安倍マオの全国ツアーに参加。9月、大塚愛のアニバーサリーライブに参加。2016年2月、桃色クローバー Z ドームツアーに参加。2016年3月、およそ10年ぶりにレコーディングに参加した、八いだひとみのアルバム、タイムクリップがリリースされる。2016年、アニメイベントアナマックスミュージックス、横浜アリーナ大阪城。 ホールハウスバンドのバンドマスターを務める。2017年から2018年、アベマお茶ゲを使いのツアーやイベントなど参加。スマッシュルーム公式ページリリース情報より、その他、ゲーム音楽、CM、劇とも関係など。ありがとうございます。